はい、こんにちは、テイガールです。今回はですね、青島さんのラクプラ。今私がですね、ハマりにハマっているこのラクプラシリーズなんですけども、今回のですね、こちらのスープラは、視聴者のですね、S15R さんから、プレゼントで送っていただきました。S15R さん、本当にどうもありがとうございます。で、今回早速ですね、こちらの方のモデルを、まあ、いつものようにですね、作っていきたいと思いますので、もしよかったら最後までご視聴ください。はい、それでは早速開封してですね、まずちょっと中身の方をチェックしていきたいと思います。はい、それじゃあちょっとボディの方から見ていきますね。はい、こんな感じ。はい、ねボディはかなり綺麗ですね。ホワイトパールということで、でパーティングラインとかもうまいことこういうところになってるんで、さほどこのモデルでは気にならない感じじゃないですかね。はい、なかなかいい形だなと思います。これなんだろう、あ、ゴミか。はい、どうですかね、ちょっとコンパウンドを少しかけた方がいいのかどうか。コンパウンドかけるにしてもですね、ちょっとここのところがですね、こう羽見たくなってて、すごい折れやすそうなので、まあ、ちょっと気をつけてやらないとダメな感じですね。はい、でこちらがボディ以外のパーツですね。ボディ以外のところはですね、まず内装、これはまあいつもの感じで、これでもね、かなりディテール、なんかいつもより細かい感じがする。あとフロントグリルとかですね、これ別パーツになってるの嬉しいですね。リアのディフューザーとか、はい。あー、でもちょっとこれどうかな。ちょっと引けがありますね。はい、ですね、ここちょっとね引けがあるんですよ、ここのところね。この部品はつや消し黒でもおかしくないと思うので、引けを取ってつや消し黒に塗ろうと思います。で、内装とかもいつも最近つや消し黒に塗ってるので、ちょっとですねここは処理したいですね。ちょっとこの引けは厳しい。はい、ちょっと処理していきますね、まず先に。はい、それじゃあちょっとですね、この横のところ、600番の紙やすりから使ってで、こんな感じでね、ちょっと処理していきます。私のチャンネルではですね、こんな感じで、プラモデルの作り方ですとか、アシェットディアゴスティーニの大型模型の組み立ての解説、それからですね、ちょっとしたディテールアップの方法なんかを動画にして配信しております。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。本来この深さの引けだとどちらかといえばですね、一度瞬着とかを入れて処理したいとこなんですけども、ちょっとですね今回ですね難しいことをするのではなくて、まあこの削るだけでちょっと薄くはなってしまいますけども、こっちの方法でいきます。どうしても瞬間接着剤入れたりして埋めてってなると塗装も必要になってくるんで、はい、一応ラクプラなんで、なるべく楽に、楽して綺麗にできる方法でやっていこうかなということですね。はい、こんな感じ。はい、もともとですね、ちょっとこんな感じなんですよ。結構引けありますよね、ここ、この部分で、それをこういう感じで、なくなるまで600番で削ると。でこのあと1000番で削って、まあ、1500番ぐらいまでやっといて、つや消しクリアを塗ればですね、他と何の差もなくなってくるんで綺麗にできます。はい、これで大丈夫だと思います。で、こっちはどうかな。こっちもねちょっとね悪くはないんですけど、ちょっとだけ紙やすりかけておきます。結構ここはね、この車のこういうところって結構見せ場なんですよね。こういうところきれいに処理しとくかどうかで結構見栄えって変わってくるので、ちょっとここら辺こだわりを持ってやりたいところですね。こ
このフロントの方はそんなに引けは大きくないんですけども、形が綺麗な形が出てるのと、やっぱりちょっと歪みがあるのとは、できた時に結構印象が変わってくるので、ほんの一手間かけてるだけで良くなります。はい、あとガラスなんか今までより全然綺麗な気がする。あ、薄い、しかもすごく薄いですね。ガラスはなんかすごく良さげ。はい、でこれがヘッドライトとか、あ、ヘッドライトはね、逆に歪みがちょっと歪みひどいかもしれないですね。これどうしよう。ちょっとヘッドライトは今までやってないですけど、ちょっとですね、綺麗にする方法をご紹介していこうと思います。はい、ちょっとね、今までのモデルに比べるとちょっと映像では分かりづらいかもしれないんですけど、ちょっとレンズ面が大きいせいか歪みが気になるんですよ。なのでこの部分をですね、一回ペーパーをかけてコンパウンドかけ直していきたいと思います。はい、で使うのはですね、1000番の紙やすりで、要するに平らになるようにペーパーをかけていくと。はい、こんな感じでちょっとペーパーをかけると削れるところと削れないところが出てくるので、いかにですね、デコボコしてるかっていうのが分かっていただけるかなと思います。はい、1000番で形を出したら、次にですね、1500番で水研ぎしていきます。はい、そしたら次にこの紙やすりっていうのを使っていきますね。2000番紙やすりの紙が、ゴッドの方ですね。これで最終ちょっとだけこう磨いて、それからコンパウンド。はい、で2000番の紙やすりが終わったら、次はですね、このタミヤのコンパウンド、まず細めってやつですね、細めで、磨いていきます。使うのはこのルボーのポリッシングクロスで OK ですね。はい、で細めのコンパウンドかけ終わったら、次にこの、仕上げ目ですね。はい、で仕上げ目が終わったら、最後にこのセラミックコンパウンドですね、これで磨いておきます。はい、というわけでですね、こちらがですね、仕上げ直した後のヘッドライトレンズです。こんな感じ。歪みがなくなってるのがわかるかなと思います。で、こちらが仕上げ前。わかりますかね？ちょっとライトがこう歪んでるのが、波打ってるのがわかりますかね？で、これをこういう感じで綺麗にすると。ちょっと初心者向けの作業ではないかもしれないんですけども、クリアパーツっていうのは、綺麗に仕上げれば仕上げるほど模型がですね、引き立つので、こういったことも、場合によってはちょっと手間かかりますけども、作業をして、より完成度を高めていくっていうことができます。はい、それではですね、もう片方のこちらのレンズも同様に、ヤスリがけから仕上げていきたいと思います。はい、それでは次にですね、ちょっとこちらのボディの屋根のとこだけコンパウンドまずかけてみたいと思います。なんかもともとがですね、相当ツヤがあるので、あまり差が出ないかもしれないですね。あまり差が出なければ、やらなくてもいいのかなとは思います。結構モデルによってこの最初の状態の差が激しいので、
まあちょっとツヤがないなと思ったらコンパウンドこんな感じでかけておくとですね、あ、やっぱりねコンパウンドかけた方がいいですね。あ、全然違いますね。はい、かけていきましょう。今回の動画で使っているコンパウンドやクロスなどの工具類は動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ちょっとですね映り込み見てほしいんですけど、屋根のところですね、これ映り込み、蛍光灯の映り込みですね。ちょっと分かりますかね、こっちぼやーっとした感じ、こっちもっとこうクリアに映ってるの分かりますかね。ちょっとここがこう波打ってるところなんで分かりづらいかもしれないんですけども、こっちの方がくっきり映ってるのが分かるかなと思います。こっちちょっとこうぼやーっとした感じ。はい、というわけでこれ映り込みの方がですねだいぶギラギラしてきたのが分かりますかね。ちょっと分かりづらいかもしれないですね、白の場合は。はい、こんな感じですね、かなり綺麗に映り込んでいます。こういう感じですね。やっぱりラクプラはちょっとですね手間はかかりますけども、このコンパウンドで磨く作業をしてやってから、作るとですねかなり仕上がりは良くなると思います。はい、それじゃあですね、あとこちらのパーツとか、あと他のパーツも全部ですね一度水洗いしていきたいと思います。はい、それじゃあですね、水洗いの終わったボディがこちらになります。もうピカピカですね、これかなり綺麗になりますね。はい、コンパウンドの効果高いんじゃないかなと思います。で、今度はこれにですね、シュアラスターのゼロウォーターを吹き付けて、コーティングしていきたいと思います。もう少しですねツヤが深まるんじゃないかなと思います。はい、どうですかね、ビカビカですね、いいですね。はい、かなり綺麗になりました。で、ここからですねいつもはシールを貼っていくんですけども、今回ですねちょっと先に、墨入れの方先にしていこうかなと思います。ちょっと墨入れの手順をいつもと変えてみようかなと。で、今回使うのはですねこちら、コピックマルチライナーの、グレーですね、 0.03mm、 これで墨入れしていきます。はい、薄めのグレーなのでかなりですね自然な仕上がりでいいですね。あんまり白いボディに真っ黒の墨入れしちゃうと、まあ変ではないんですけども、わざとらしくなっちゃうんですよね、ちょっとね。実際にはそこまで真っ黒の線が入るわけじゃないので、あくまでも影なのでこのぐらいがちょうどいいかなと思いますね。はい、こんな感じですね。本当にうっすらと入ってるだけなんですけども、自然な仕上がりでいいんじゃないかなと思います。こういう感じになります。で、ここからシールをいよいよ貼っていくというわけですね。はい、それではですねここからはシール貼りタイムになります。まずはボディにシールの方貼っていきたいと思います。はい、で今回のこのモデルではこのサイドのねスカートが、こういったた感じのシールになってると。これが最新モデルのアベンタドールでは後付けパーツになってたということで、ここら辺がねシールだとちょっと難しかったり、まあうまく貼れても所詮シールっていうのが分かっちゃうんですよね。はい、こんな感じですね。R35 とかに比べると全然いいですね。シールだって分かんないぐらいのクオリティじゃないかなと思います。はい。こっち側も綺麗に貼っていこうと思います。ぴったり合わせれば、ここの下もぴったりとくるので、かなり綺麗に貼れます。はい、サイドスカートですね。ここの角、ここの角をピタッと合わせてやると、こっちがですねぴったりこの先端まで来ますので、それからですねここまずここのところですね、こういうふうにしっかり圧着して、でここをですねこうやって折っていく、折りながら貼り付けていく、でこっちも折りながら貼り付けていく、ここですね、こうこういう感じで、こことここしっかり折り込んでやると、はい、こんな感じでかなり綺麗にサイドスカート貼ることができます。
はい、こんな感じですね。かなりサイドスカート綺麗に貼れるんじゃないかなと思います。このデカールはいいですね。なんかちょっとR35 の時はね、厚くて線も入ってて、いまいちもう貼った後ですね、いかにもシールって感じだったんですけども、これはかなりいい感じで貼れます。はい、それじゃあ窓枠の方はですね、もう全面シールですね。はい、それじゃあフロントウィンドウから貼っていきますね。今回のはですね、そんなにこれ難しくなさそうですね。はい、フロントウィンドウの枠を貼り終わったんですけども、綺麗に圧着するとこんな感じでワイパーが綺麗に浮き上がってくるので、このぐらいまで、しっかりとですね、圧着してやるといいかなと思います。はい、それじゃあちょっとですね、難易度の高そうなこのサイドウィンドウのシールですね、こちらの方ちょっとノーカットで、やってみたいと思います。感じですね。ちょっとね、シールはこういう細いところはかなり慎重にやらないと、シールって当たり前ですからね、一度くしゃくしゃってテープでも何でもそうですけども、くしゃくしゃっとなっちゃうと終わりなので、慎重にピンセットを使って作業していただければと思います。で、位置が決まったらですね、こうやって爪楊枝を使ってしっかりと、これこう凹凸があるんですよ、わずかなんですけども、窓枠に、その窓枠にですね、沿うようにこういう形でですね、もちろんシールを破けない程度の力加減でゴシゴシと、はい、こんな感じになれば OK だと思います。はい、というわけでウィンドウのシールを貼り終わりました。で、これをですね、ボディにつけるわけですね。はい、でウィンドウつけた状態がこういう感じになります。で、ちょっとですね、ここのとこなんですけども、あとここですね、ここは、実車の場合ですね、エアインテークになってますので、コピックの 0.03mm を使って黒く塗っておくとですね、まあ、それっぽいかなと思います。そのままの白じゃない方がかっこいいかなと思います。こっちとここですね。はい、それでは次の作業がですね、ボディの方にヘッドライトとか、ドアミラーをつけていく作業なんですけども、このラックプラのですね、ドアミラーがこういう感じになってまして、ここに、銀色のシールを貼り付けるんですけども、ちょっといつも気になってたのは、ある程度ギュッてやっちゃうとですね、この十字が浮いちゃって、あまり見た目良くないんですよね。で、今回はちょっとですね、やり方を変えてちょっと一手間かけてやってみようかなと思います。はい、それではですね、どのようにするかということなんですけども、こちらがですね 0.3mm のかなり薄いプラ板なんですね。これにこのシールを貼ってしまって、こうですね、このように貼り付けて、この形に切り抜いて、このプラ板をこちら側に接着してやれば、見た目の良いバックミラーになるんじゃないかなということですね。ちょっとやってみたいと思います。
はい、こんな感じに切り出してからつけるわけなんですけども、ちょっとだけこちら側をですね、くぼませておこうかなと思います。プラ板の厚み分っていう感じですね。はい、というわけでこんな感じで、まあ今までよりは全然いいかなと思います。ただちょっと難易度が高いので、できそうだなと思う方はぜひ真似してみてください。はい、それじゃあ次ですね、このフロントグリルのヘッドライトのシールなんですけども、これがですね8個10枚ですね、10枚ここに貼っていくということで、これはなかなか大変かもしれない。こんな感じで上に3つ、下に2つ、これは左右あるんで、まあ10枚、それと下に1枚ずつ、結構だから細かいですね。うわ、ちっちゃいシールだな。あ、これをここに貼るの、うわー、すごい無理のある。こういうことか。ここに1枚ずつ貼っていくということですね。はい、かなり細かくてちょっときついですけど、こんな感じ。はい、出来上がりはかなりリアルになるんじゃないかなと思います。こういう感じで貼れれば OK だと思います。はい、おおかっこいい、いいですね。はい、で、ピカピカに磨いておいたヘッドライトをつけると、ここで、でこれがこっちかつくかな。今までの経験上ですね、ヘッドライトのここだけちょっときつい傾向にあるんですよ。あ、これは大丈夫そう、全然問題ないですね。ピンが丸くないせいだと思います。はい、こういうことですね。かっこいいなかなかの再現度ですよ。これはちょっと見ていただけますか、これこんな感じになりますね。ちゃんと中の方にこう、今流行りの LED 系のヘッドライトが中の方に入ってて、ちゃんとこうクリアレンズがついてるという、まあ、ちょっとラクプラなんで、このピンがどうしてもあるのは、これはまあしょうがないですね。本当だったらピンがない状態でこうはめることができれば一番いいのかなと思いますけども。はい、こんな感じになります。いいですね。はい、で次リアなんですけども、ちょっとね、ちょっと下せない。このメッキパーツを見ていただくとですね、分かると思うんですが、これちゃんとなんか墨入れされてるんですよ。こっちの明らかに黒くなってますよね、奥の方が。でメッキパーツにこうやって色分けまでされているのに、この上につくこのクリアレンズにこのシールをべったり貼るということなんですよ。でこれをペタッと貼っちゃうと、どう考えてもこれが見えるってことはないので、中にわざわざメッキパーツを入れてこのシールを貼るっていうのはちょっとどうかなっていう感じなんですよ。で、本当はラクプラなんで、エアブラシとかで塗装とかをですね、あまり紹介しないつもりだったんですけども、ここだけ、このクリアレンズだけ塗装することにします。はい、それではですね、エアブラシで塗ろうと思ったんですけども、たまたまですねクリアレッドのスプレー缶がまだあったので、これで塗っていきたいと思います。はい、それではですね、内装の方をやっていきたいと思います。内装もシールですね。ここら辺はもう手慣れたものでパパッと貼ってパパッと終わります。はい、こんな感じでシールの方貼り終わったら折りたたんでいきます。はい、こんな感じですね。艶消しクリアを拭いてから作っているので、かなり質感がいいんじゃないかなと思います。もしよかったら艶消しクリア拭いてみてください。は
い、それではですね、次タイヤなんですけども、このタイヤはですね、パーティングラインが真ん中になくていいですね。端っこの方にあるので真ん中のところは目立たないようになっている。目立たないというかないんですよね。なのでこのゲート処理やってツヤを落とすだけで十分かっこいいんじゃないかなと思います。はい、それじゃあですね、タイヤの方のツヤ消しが終わったので、ホイールにデカールを貼っていきます。もともとこっちがね、かなり綺麗なグロスになってるので、貼らない方がかっこいいかもしれないですね。ちょっと微妙だな今回のシールは。はい、でシールね、貼らないで組んでいきましょう。この方がですね、かっこいいと思います。はい、でこのマフラーのところですね、ここはガンダムマーカーで塗っておけばいいかなと思います。はい、それではですね、クリアレッドで塗ったテールレンズが乾いたので、これを取り付けて完成させたいと思います。いよいよですね。はい、でこれがですね、ここにつきます。おー、あー、塗った甲斐あったな。これは塗った甲斐があった。かっこいい。これで入ってんのかな、奥まで。おお、いいですね。やっぱここはやっぱり塗らなきゃダメでしょうっていう感じですね。さすがに。これで入ってんのかな、奥まで。なんかちょっと緩い感じもするけど。よしと、いいのかな。はい、それではですね、色を塗ってきたテールレンズ、こんな感じでつきました。やっぱりですね、ここの中の方ですね、ちゃんとこのクリアレンズにすることによって、中の一応シルバーとブラックが見えるんですね、うっすら。この方が全然かっこいいんじゃないかなと思います。ここはもう塗装して正解だったなと思います。ちょっとまあ手間がかかりますけども。はい、で、あとはですね、このタイヤもつけてますので、内装をつけて、上下を組み合わせて完成です。はい、内装をつけたらウィンドウのホコリを飛ばしてですね、ゴミとか入ってないようにして、後ろからはめます。こんな感じで、で前をはめます。はい、完成。 GR スープラ。はい、というわけで今回は大島さんのラクプラ、トヨタ GR スープラホワイトメタリックをご紹介しました。このモデルはフロントとリアの黒い部分が別パーツとなっていますので、複雑なシールもなくて完成時のクオリティも非常に高く、おすすめのモデルですね。で、今回はちょっとだけ難しい工作なんかも取り入れて、ドアミラーとか前後のライトレンズのクオリティアップをご紹介しました。まあ、細かいところなんですけども、少しでもですね、手直しできそうなところは手直しすることで、少しずつプラモデルを上手に作るスキルアップになっていくのかなと思いますので、もしよかったら挑戦してみてください。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。